皆さんこんにちは、 P0 です。本日は長谷川から発売されたマクロスプラス1/72YF19 を製作していきます。まず素組みが終わった後に水洗いを行います。次にサーフェーサーを使用しゲート処理を開始。引けなどはラッカーパテで埋めて面処理を行いました。基本塗装に入ります。まずはノズルや関節部分をクレオス61番焼き鉄色で塗装し、ブースターパックにも塗り分けるためのマスキングを行います。塗りはみ出した部分を消すため一度シルバーで全体を覆います。他のパーツも同様の処理を行いました。これは透け防止のためです。その後、全体のパーツには EX ホワイトを塗り、明度を上げておきます。最後にレドームとホワイトを1対1の割合で混ぜたものを塗って特有の気体色を再現いたしました。次にタミヤの墨入れ塗料ダークブラウンで墨入れを行います。パネルラインに沿って流し込みモールドを際立たせます。その後、塗り分け部分のマスキングテープを剥がしました。補助翼の赤と黒の位置をね、間違えて塗ってしまいました。墨の拭き取りには切ったパフスポンジを使います。一旦デカールを貼るために仮組みを行い、塗り残しがないか、塗料がはめ込み部分に邪魔になっていないかをチェックいたします。パンチを使って丸い抜きを作り、4ミリの穴にできた丸をノズルに貼り付けてマスキングを行いました。首の軸が折れてしまったため、こちらのボール軸を使って修理いたします。ウェーブのプラサポの4ミリ軸のものですね。直径4ミリのボール球のついた軸を選んで、これにて修理完了です。細部の塗り分けはタミヤのエナメルカラーで行って、はみ出た部分はエナメルシンナーを含ませた綿棒で拭き取り、デカール貼りに移行いたします。このキットのデカールは大判やラインデカールが多いため難易度がかなり高いので覚悟いたしましょう。
しかしタッチアップでなんとかなるのでご安心を。しっかりと水分を含ませた筆を用意し、マークフィットやソフタールを用意いたします。デカールを貼っている途中でマークがちぎれることもありますが、落ち着いてリカバリーできるように対処をいたします。翼のマクロスマーク付きのデカールが最も大変でした。すでに組み立てて接着してしまっている部分にデカールを滑り込ませるため、形状をコピーしたものを元に割り出して、その外形をカットしてデカールを水で滑り込ませるという難易度 AAA の作業をやり遂げましたよ。先にデカールを貼ってから組み立て、後から継ぎ目を消すというそういう選択肢もありましたが、今思うと後から継ぎ目を消す方法の方がね、楽でしたね。このデカールがこんなにも破れたり穴が開いたりするとは思ってなかったんですよ。開いた穴は乾燥後にタッチアップで修正したところ、ほとんど目立たなくなりました。ラインデカールも同様に注意が必要です。デカールには余白がわずかに残っています。所定の位置に貼れないことがないように、あらかじめハサミでギリギリのラインをカットしておきます。位置の微調整はたっぷりと水を含ませた筆を使って行いました。筆を使ってもデカールがちぎれることがあるんですが、落ち着いて位置を戻せば問題ありません。赤と黒を逆に塗ってしまった補助翼については、ジッパー付きの袋に入れて IPA を使って塗料を剥がします。袋に入れて密閉しまして、用事を済ませて帰ってくる頃には塗料が剥がれてくれています。
この IPA は剥がし専用で再利用いたします。寒さふの白を使用しまして、GX3 ハーマンレッドで塗装をいたします。位置を合わせてデカールを貼って完了。翼のデカールのタッチアップとして、カットしすぎた部分や貼る際に穴を開けてしまったところ、位置がずれてしまった部分などをエナメルの黒で筆塗りして修正しました。最初から筆塗りで行えば良いのではと思うかもしれないんですけれども、そうなると拭き取りが汚くなってしまう可能性が出てきます。ここはやはりデカールとの併用が最善かと思いますね。最後に艶消しのフラットクリアで全体を保護いたします。出来上がったパーツにクリアパーツを組み付けていきましょう。もともとスナップフィットなので接着剤の必要はありませんが、可動域で荷重がかかる部分などは流し込み接着剤で固定する箇所もいくつかありました。足の股関節には3可動の軸のポリキャップが3つも入っています。ここはしっかりと接着剤を流しておきました。完成です。 YF19 のスタイルそのもので、とてもかっこいいです。スーパーパックは取り外しが可能ですよ。ホールドエネルギーのピンポイントバリアエフェクトもついています。こちらはホワイトと蛍光グリーンで塗装しました。やはり大きなヒットですね。完成後にはとても迫力があります。次回の動画もお楽しみに。 See you next time。